ファイナンシャルプランナーの駒崎です。本日のテーマはこちらになります。未公開物件とは本当にお得なのかというところで進めていきたいと思います。まずですね、未公開物件とは何ぞやというところですね。一般的にはですね、不動産のポータルサイトに、掲載されていない物件を一般的には未公開物件と言っています。でその他ですね、このようなことも言えます。不動産会社のみがですね、閲覧できるレインズ、掲載前の物件ですね。詳しく言うと、こちらは専属契約による、売却の依頼ですね、そこから掲載されるまでの、最長で7日間以内の状態、この時の状態も未公開物件と言えます。その他ですね、売り主がですね、ネットなどで広告して欲しくない物件ですね、これも未公開の物件となります。そして売り主がですね、複数の不動産会社に売却を依頼している物件ですね。でそして最後にですね、不動産会社が自社で所有している物件がですね、未公開物件と言えます。でこのですね、4番目と5番目に関しましては、こういった状況ですとレインズに掲載する義務がありませんので、未公開にすることができるというふうになります。そして3番に関しましては、こちらの専属契約と違って一般契約ならですね、レインズの掲載は不要というふうになっておりますので、未公開物件とはと言いますと、このような複数の種類ですねが該当してくると思います。そして未公開物件のですね、持つイメージについてですね、こちら掲げていきたいと思いますが、まずはですね、広告しなくても買い手が決まる物件、有料物件、こんなイメージがですね、皆さんあるのではないでしょうか。またそのごく一部のですね、顧客しかですね、紹介されないお得な物件ですね。もちろんこういったですね、物件もあるんですけども、これとは限らないということですね。こんなケースもあります。例えばですね、売り主が借金の返済不能が理由で売却する、こういった理由で売却するので、近所に知られたくないから、ネットへの公開を避けている、こんな物件もあるんではないでしょうか。またですね、近隣のトラブルがある、事故物件であるといった理由で未公開になっているという物件もあります。そして未公開物件というですね、この言葉の持つ良いイメージ、この良いイメージというのはこちらですね。このような良いイメージを利用してネットで顧客情報を集めるですね、不動産業者の戦略としてですね、あえて未公開にしている、このようなケースも当てはまります。ですのでこの未公開という言葉にはですね、惑わされないでほしいなというふうに思います。もちろんですね、未公開物件の中にはですね、本当にお得な有料物件もあります。ただこの未公開物件多数というですね、売り文句に関しましてはまず疑ってかかるということですね。有料物件がですね、多数ある一定の業者がですね、抱えている、このようなことはですね、一般的には考えにくいのかなと思いますので、多数というところですね、強調しているような場合に関しましてはまず疑ってかかることが必要かなと思います。そして未公開物件だからといってですね、必ずしも自分にとってお得な物件ではない、そういったことも考えられますので、まずはですね、本当に有料物件なのかどうかですね、よく比較検討して冷静に判断をしていただきたいなと思います。本日ですね、未公開物件についてはというところでご説明しました。ありがとうございました。